新種発売決定しました。皆さん今もう、7月19日、私の誕生日が発売日なんですけど、もう予約ができるということで、皆さん予約はしてくれていますか？仕事だった。現場研修だったから。腕筋肉痛なの？ゆいちゃん大丈夫？会いたい。いつもインスタ見て癒されてます。ありがとう。写真集絶対買う。ぜひ買ってください。嬉しい。ありがとう。今予約できるので、ぜひ Amazon、楽天、セブンネット、星野書店などで予約できます。広島で見て押してます。レレレ、ありがとう。いつ見てくれたの？ 5 月2日？ 3 日？ 4 日？ 3 日間、3日間いたんだよね。ゴールデンウィークは仕事でした。辛いね、仕事。そう、ここにほくろがあるんです。写真集買いました。ありがとう。陽太郎、ありがとう。嬉しい。ぜひ、楽しみにしててください。50冊特典、特典、内容良すぎる。ね。スタッフが頑張って。スタッフと一緒に何回も打ち合わせして考えた特典なので、ぜひ皆さん。50冊券意外と人気でびっくりしました。で、これちょっと難しいのが、9月に、事務所主催の、写真集のイベントがあって、で、10冊特典と50冊特典があるんですけど、まず10冊特典は、今、Amazon や楽天などで予約してくれてる、プラスに、とか、なんかもう、なんか、その、購入場所バラバラでも、結果的に10冊を、購入してくれた人は、その、証明書があれば、その日に別に10冊買わなくても、トータルで10冊買った人は参加できます。50冊も一緒です。10冊、例えば、Amazon で10冊買ってました。お渡し会で20冊買いました。で、その後にまた、20冊、いろんな書店で買ったりとか、ネットで買ったりとかしたら、それの証明書があれば、そのイベントで50冊買わなくても参加できます。だからトータルの購入が50冊ある方が購入、できるので、今10冊 Amazon で何人かいるんですけど、Amazon で10冊とか10冊以上購入してくれている人がいるんですけど、その方もぜひ9月のイベント主催の、え？うん、違う違う。事務所主催のイベントに参加できるので、皆さん、証明書だけ、多分7月19日に証明書が届くと思う。証明書っていうか、なんだっけ、発送完了しましたとか、受け取りましたみたいなのがあるんで、それとかの証明書を残しといてくれれば参加できますので、ぜひ皆さんお願いします。で、9月までなので、なんか、お金がないよとか、でもミキとデートしたいよって方は、今から少しずつ買ってって、9月までに50冊いけば参加できるので、ぜひ皆さん、50冊買える方は50冊買って、オフ会、プラスミクと2時間デートしましょう。伝わったかな？写真集私からめちゃくちゃ行きたくて予定合わせようとか、お願い！もう予約できるんですけど、7月20日と9月1日。7月20日が東京で、9月1日が大阪です。で、ちなみになんですけど、8月31日が、大阪で、ぼっちのワンマンライブがあります。私はワンマンライブしたら一人だけ大阪に残って、大阪次の日にお渡し会するって感じですかね。
ミクチー買いすぎ、ありがとう。予約してってますよ。ありがとう。嬉しい。若ちゃん、ありがとう。写真集早くしてください。早く見たくてたまりません。ありがとう。写真集の見どころ教えてください。見どころか、結構現地の人と関わったりとかしましたね。現地の子供の子と、現地の子供の子と、なんていうの、バレーボールしたりとかしましたね。予約したよ。予約したし、友達も吹き、ありがとう、嬉しい。予約したよ、ありがとう。みんなしてくれてるんだ。あ、普通の画面になっちゃった。人格好しさせて。予約しました。友達も紹介した、ありがとう。友達に紹介してくれるの嬉しいね。写真集買いました、ありがとう。国内で行ってみたい県ありますか？長野ですかね。予約したよ、ありがとう。みくりん、かわいい、絶対買います、ぜひお願いします。てかさっきかわちょとみくちの話してて、それでインレ始め、何の話したの、気になる内容が。わっ、これ取れちゃうね、見なきゃね、このままでもいい。デート企画って初めてなんだけど、何日か方法があるのかな。9月だから多分その人の日にちに合わせれます。その何日とかいうよりも9月10月の中で多分でデートができます。販売まで長いよね、早くみんなに届いてほしい。新集買った、ありがとう。なんか嬉しいんだけど。フィリピンハーフ同盟として写真集10は増す。しゅんくん、ありがとう。ラブ、嬉しい。ぜひ皆さん10冊買っていただけると嬉しいです。オフ会に参加できますし、ぜひそれ以上、それ以外にもいっぱい特典がついてるので、ぜひお願いします。新種予約まだできない、やらなきゃって。お願いします。 Amazon や楽天でできます。写真集サンプル画像を見て欲しくなりました。ありがとう。ぜひ買ってください。初めての私写真集なの で今回嬉しかったのが、そのミクの写真集が初めてゲットしたよって言ってくれる人が多くて、初めてがミクって嬉しいって気持ちになりました。デートのプランは、多分その買ってくれた購入者さんが決められます。ありがとう。早く約束ね、買うのは確定なの。何冊買うか迷ってたけど、どこで買うか迷ってるの。でも買うのはもう確定の。嬉しい。あやにー、会いたい。これで言うと、Amazon、楽天とか他の書、なんか予約できるんですけど、ブルマイドがついてくるんですけど、ブルマイド全部種類違うので、ぜひコンプしてください。で、コンプしたら4冊なんですよね。で、お渡し会で、例えば5冊の参加するとしたら、あと1冊買えば、オフ会に出れるっていう感じなんですよ。なのでぜひ皆さん、簡単っていうか、まあ、10冊でオフ会が参加できちゃうので、ぜひお願いします。こんばんは、写真集発売おめでとう、ありがとう。
お渡しがあるんでしたっけ、写真集あります。7月の20が、東京です。9月の1日が大阪です。大阪ツアー次の日、ありがとう、優しい、ありがとう、大丈夫よ、2日間会えるね、ありがとう、めっちゃ嬉しい。フラーフェスティバルでチラシもらいました。とはありがとう、ぜひ買うよ、ありがとう、10冊買って流血。この角度だとハーフハーフっぽい、本当？そうかな。先日パルフェットで会った時めっちゃ可愛いと思った。ありがとう。嬉しい、そうやって言ってくれるの。日程的には大阪なら行けそうだから絶対行きたい。待ってる待ってる。今日までが先行予約。違うか。ツアーじゃないか。お渡し会か。ぜひ今もう予約できるのでぜひしてください。こんばんは。最近結構毎日のように配信してます。ありがとう、みんな来てくれて本当に。角川さんで出してるんですけど、角川さんは私のやりたいこととか、フィリピンに撮りたいっていうところが結構難しかったんですけど、話的にはなんですけど、すごいミクの夢を叶えてくれたので、私はそれをねみんなに届けるっていう方で恩返ししたいので、ぜひ皆さんお願いします。肌の調子良くない？あの時写真撮ってめっちゃ嬉しかった。撮れてめっちゃ、ありがとう。打ち上げイベントどのようなことするんですか？まだちゃんと決めてないですね。これからどういうのがみんな喜んでくれるかなっていうのを考えながら決めます。マネージャーと。50冊でデートは正直安い気がする。ぜひ。興味があればお願いします。写真集電子版は今のところまだ話がないですね。ぜひ紙でゲットしていただければ。フィリピンのハーフということはもしかしたら英語とか全然話せないですびっくりするぐらい喋れないです。皆さん明日はミトちゃんの生誕祭なので、ぜひ時間外という方は来てください。写真集もぜひゲットしてください。お渡し会もね、今まで会ったことない人もこれを機にぜひ会いに来てくれると嬉しいです。写真集買っちゃってもいいですか？お願いします。結構写真集買ったよっていう方が多いんですけど、スクショして送ってくれると DM で返すのでぜひお願いします。購入画面を見せていただければ DM でお返ししますので、ぜひ皆さん購入したら送ってね。そういえば肌のケアとかどうしたか気になる。最近買ってめっちゃ良かったのは、乾燥肌の人は絶対買ってほしいんだけど、ミノンのクリーム、フェイスクリーム2200円ぐらいかな。でも結構量があっていい感じなのでぜひ買ってほしいです。小島春菜さんがおすすめしてて買ってみたらめっちゃ良くて、私混合肌なんですよ多分。そんな乾燥肌ではないんですけど、混合肌って多分ちょっとクリーム塗ったりするとニキビできちゃったりするんですけど、そんな感じも一切ないので、ミノンのフェイスクリーム、乳液じゃなくてクリームがあるので、乳液の後に塗るクリームかな。ぜひ皆さん買ってみてください。めっちゃいいです。宿毛濃い矯正かけてないです。私すっごいストレートなんですよ。ストレートで猫っ毛でめっちゃ細いんですよ髪の毛が。そう、髪の毛は特にやってないです。本当に親に感謝です。
明日行けないけど明後日初めての撮影会。あー嬉しい。会いましょう。写真集星の書店で予約したよ。直筆サイン本だけありがとう。チビスタグラムありがとう。フィリピンのセブ島です。基本マクタンら辺でしました。やっぱ見のいいよね。うちも混合肌が助かる。え、そうなの。クリームがめっちゃいいのでぜひ。身長145センチです。マジで可愛いです。顔が全部好きです。ありがとう。来週テストなんだ。頑張って。なんかついたんだけど。僕らがさ、可愛すぎるんやな。撮影があります。ということで、今日はここで終わりにしたいと思います。また明日配信できたら、します。友人の友達です。お、誰だろう。初めて動いてる大島さん拝見しましたか。めちゃくちゃ芸能人顔ですね。そう、そうかな。5月19日楽しみ。私も楽しみ。みんなありがとう。ゆっくり休んでください。ぜひ写真集ゲットしてください。大島美久写真集って多分調べたら出てきますので、ぜひ皆さんゲットしてね。バイバーイ。